とか、とか、で、はい、無意識に多分そういう可能性は確かにやっぱあるんだけど、はい、ここの設定は全然そうじゃなくて、はい、むしろその最初の提示だから、ここは出だしじゃないけど、あの、解決音っていう認識は、あの、一旦ちょっと脇に置いた方がいいかもしれない、みんなにも昨日言ったけど、結局書いてあるのは、例えばこれが4分の4だとしたら、4拍が、あ、4分拍が4つあるわけでしょ。で、それが例えば1つ1つだと単純にするじゃん。だけど、ティータタタ、ティータティータってこれ分解できるよね。そうするとそこにリズムが、どういうふうに取るか、例えばティータタタ、ティータティーティーティーって取るのか、ティータティタタタティティタティティとか、いろいろ取り方があるわけだ。そういう何か分解して、その自分なりのそのグループ塊をもっと作って、で、なおかつ、うん、分かるよね、これで言わなくてもね、うん、だから、うん、例えば僕だったらティータティータタタティタタティティタタティティタタティティとか、うん、分割しようと思ったらそういう拍取りをするとか、カウントの仕方、うん、もっと細かく取ってもいいかもしれない。ティータタタティータタティータタタティータタタティータタティータとか、いろいろあるね。ティータタタティータタティって単純に取っちゃうと、まあよくある演奏だと。ティータタ、こう例えばティータタが1個ずつ、ティタタタキトラリキトラリっていう風に取れるよね、例えばね、うん、そういうなんか自分の体の中にそのリズムをちゃんと生み出してやっていかないと、特にこういう即興できない要素が強いものっていうのは、うん、あまりにもあっさり聞こえすぎちゃって、うん、とかね、うん、なんかその時のでも感覚でいいと思う、別に決めなくてもいい。だってどうですか、川先生。うん、あの、その、まあ、ちょっと表紙とかまあ見といても、そういうのをおっしゃったように、例えば16分とか3連符とか、大体16分ずつと形4つでこう絞ることができるし、3連符だと、まあ、3つが一まとまりっていうね、まあ、もうインストールされちゃってるからね、それは間違ってないんだけど、問題は、今先生がおっしゃったように、解体していく、一回ね、そのイントネーションとか3文字だとさ、あの
方が、萌子先生でしょ、萌子でしょ、で、文雄でしょ、真治でしょ、だけど、し、ん、じとは言う、そういう、なんかそれ無理やり3文字にすれば確かにし、ん、じだけど、そういうイントネーションで言わないですよね。萌子、文雄、真治、それぞれリズムも抑揚っていうか、やっぱイントネーションかな、うん、はい、で、そういうものだから、それを解体した時にもう一回その見直して再構築してあげないと、その3文字だって3連符例えば決め込んで弾いたり、あの極端なところで16分は寄っていくだみたいに、あので、それも例えば分けた、例えば一個一個にね、16音でしょ、一個一個にしても例えば、同じ音歌じゃなく弾くこともできるし、タイミングをずらすこともできるよね。今川村先生が弾いたのは同じタイミングで、はい、それは多分なしだよね、うんうん、っていう、うん、だからこれをイタタイタタ4つで一つだからって言って、イタタって弾くのと、うん、イタタタっていう分け方これね、ちょっとしたスパイスになると思うんだよ、うん、これをその意識がやっぱね弱いとね、あのまずね聞いててね、そっけなく聞こえるから、ね、僕は演奏がなんかすごく、それからあと流れちゃう場合が多いよね、うん、あとは白状にまっすぐ入らないパターン、斜めに入るパターンも多いよね。それからそれをやらないと、なんかスパイスの効いてないなんか食べ物みたいな感じの演奏に聞こえる。それをやることによってちょっとしたスパイス的な、なんかこうなんか役割があるよね。だから要するに作曲家がそれって普通はそこを寄付してないよね、基本は、うん、そういうことを、うん、そこまで限定し多分したくないんだろうし、限定しちゃったらもう楽譜がもう読みづらくてしょうがないよね。川村先生が前にほらグループラインで書いてたように、本来だったらほら二段譜じゃなくてね、それぞれ声部が分かれて4段譜とか3段譜で、本来なら書くべき音楽でも、まあ、見やすいから2段譜や3段譜で書いてあるっていう事実もあるし、だから楽譜の見方っていうのとかその感じ方、それからさっき川村先生が言ったけど、結局そこにその空気感って言葉を先生使っててね、川村先生がね、要するにその音符の向こうにあるものを見つめないと、その空気感みたいなものが要するに生まれないんだよ。音符は、はい、この音符ですってただ見ただけだと空気感まで生まれない、うん、すごくリアルなところで現実的に、なんかこう演奏しているところで終わっちゃう。なんとなくその、なんかこう楽譜を見た時にもう空気感を感じない、ね、そこまで、うん、音だけ見るんじゃなくてその先を見てその空気感まで感じるっていうことだったと思うんだけど、川村先生休憩の先生が、まあ、出発されて、まあ、言葉を理解ただけだけども、他にもやっぱりその肌感覚でね、感じ取るとか、いろんな、まあ、あくまで言葉の表現に過ぎないけど、日常生活で僕たち、なんかいろいろやってると思う。そう、本当はね、本当は誰でもやるんだよ。だけど、音符を見たときに、なぜか音符だけ見ちゃう人が多いんだよ。空気感まで感じない。で弾く、音符の向こう側にある、うん、っていう、ああなるほどなと思って、うん、確かにそういう演奏多いよね。うちの文化だけでこうイメージしてもなんかこう空気感までこう感じさせて弾いてくれる人って意外に少ないかもしれない、うん、なんかもうその目の前にある音符がだけ見て
弾いてるみたいな感じ、うんうん、まあ、あるいは僕もなんか心に余裕がない、そうそう、僕もね、そうそうそう、そういう時あるんだよ、そういうモードになった、うんうん、そうそう、でもね、それってね、自分で弾いてて違和感感じながら弾くんだよ、うん、あ、違うって、うん、なんか音楽やってるようでやってないみたいな感覚、うんうん、確かに音弾けてるし、なんだけど、いやこれ音楽じゃないよねって極端に思うわけ、うん、一見音楽なんだけど音楽じゃないよね、うん、まあ、そこがわからないですけど、例えば自動ピアノとかもかなりね、昔からとっくにあるし、今だと生成 AI で、まあ、なんかそれっぽいのは作れるかもしれないなとは、まあ、演奏としてもプログラムされれば、でも今言ってる話っておそらくまだ、ね、ちょっと先かな、うん、そこは AI とかがまだ乗り越えられない人乗り越えてほしくないんだけど、うん、でも不思議じゃんね、なんか話広げちゃうけど結局希望に過ぎない、うん、例えばあの、まあ、さっき話したけど、まあ、最近の出来事のリンゴと蜂蜜っていうとなんか僕ね頭にカレーが置かれて、やっぱりそういうのはね、実際実体験の中でも、あ、そうか、リンゴと蜂蜜が入ってるカレーって美味しいんだなって、なんかそう、もう味わったか、それが単なる希望に過ぎないのに、パッと想起されるっていうのが、まさに、そこに置き換えられる。だから音符を見ても置き換えられなきゃダメなんでね、うんうん、そこに。リンゴと蜂蜜って書いてあれば、ね、カレーが思い浮かぶんだけど、音符見てそこまで思い浮かぶかってね、そういう、まあ、別にカレーを思い浮かばなくてもいいんだけど、それはちょっといろんなね、もっといろんな発想とかいろんな経験して、あのこの感じではいいよ、私のこっちっていうのって欲しいんだけど、ただ僕たちってすると、あんまりそういうことをあの十分に想像したり、感じる余地を与えられずに一方的に事実ばっかりこう覚えさせられてきちゃってる可能性はあるよね、うん、でも今からでも遅くないと思うよ、そこをそうやってね気をつけて、うん、今音符ばっかりだって人間なんだからそういうものを持ってるわけだから、うん、だから脳の状態が要するに言い方を変えれば変えればいいだけど、うん、脳の状態、あ、そう、うん、そっちの、うん、脳の状態に入って今どういう演奏してるのかね、いろいろ言ったけど弾く、弾いてみる、でもね、うん、また変わるかもね、なんか違うんですThank you.
ソロ一人で作らなきゃいけない。音符じゃないんだよ、うんうん、もっともっともっと、うんうんうん、4次元の音楽がなんか入っていかないから、うんね、響いて3次元ですじゃダメなんだよ、うん、4次元までいかないと自分が、うん、まあ、そのやっぱりちょっと話今ここしか見えてなかったらそれは僕もこういう話はできないけど、その先にとか、そもそもなんかこの大きな流れというのをちょっと俯瞰して、だから距離を置いてみてるんでね、聞いてないから勝手なこと言うっていうのがあって、だからそこはやっぱちょっと方面になってくると、気をつけた方がいいね。だから3次元はまあ確かにそうですね、そこに時間の流れはないからね、ただ立体的になりましたっていう、もう一歩踏み込めば確かにそういう流れは。感覚っていうの、ね、その先にあるのは何って話にやっぱりなってくるから、もう一回ちょっとやってみましょう。してますみたいな感覚じゃなくて、もっとその指自体の感覚じゃなくて、指を通して腕の重みを鍵盤に沈める感覚ってもっと弾くと、うん、音楽が広がると思う、うん、なんかね、体の動きの感覚からはどん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 音に
となんか引き戻される感じがする。多分それで弾いてると、うんうん、もっとただ沈めるだけ、うん、腕の重みを伝えるだけとか、ね、うん、鍵盤に沈める感じ、腕の重みを、うん、そうすると指自体が そういうイメージを持つと指自体がもっと力を抜けると今より、うん、それから打毛も理毛ももっとスピードが速くなると、うん、結果的に、うん、イメージする沈める感覚、もっともっとふわっと、沈めるっていうのはすごく今少し多分変わったんだろうなと思うけど、指からじゃなくて、ね、だけど止めてる動きが止まってる、だから連続になってない。さっき話したように今最終的にここにこう流れていくという動きをまず体の中にちゃんと通しておかないと、こうなんか引きながらこうなんか聞いちゃったりね、なんかこう感覚でなんか反応したりするとやっぱどっかでブレーキかかっちゃうから止まっちゃう。今まさにそういう動きで、こうやってこの辺で詰まっちゃってる。ここまでも、ね、何も考えずに動いていくっていう感、それこそ感覚だけで、うん、だからスタートしたらもうここまでは、うん、とにかく例えばクリスさんとのようなつもりで一つの動きとしても、うん、でも難しく、難しくなんかしてる。ただ慣れないと、ね、ゆっくりやってみないとできないかもしれない。今あ、うん、やってみます。そうそう、ゆっくりゆっくり、そう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 。でもそのフィードバックに、はい、さっき先生が言った戻されちゃうためで、はいはい、うん、聞こえてるだけで聞かないようにして、ゆっくり。でも右手自分にしないよ。手だけ今遅くしてるっていうのを知らないので、だから右手を置いてるっていうのは、はい、うん、ちょっとまずいかな。どん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 準備が始まっていくんですよ。そうそう、その人が変わったんだけど、自分が、そういうイメージを持ってないからそれを指摘したんだけど、実際鍵盤って硬いじゃん。だけど硬い鍵盤が硬いんだとイメージしない方が結構うまくいったりする。実は柔らかくてフォワフォワしたイメージのものを何か触ってるんだっていうイメージを持った方が手が柔らかくなったりする人はする。そうそう、うん、面白いもんで、実際硬いんだけど、硬、うん、いイメージじゃなくて、うん、なんかマシュマロかなんかの柔らかいようなね、うん、そういう鍵盤が、うん、そういう、例えば何でもいいよ。じゃあね、犬でも猫でも抱っこするときにね、逆に柔らかいから、ね、力を抜いて柔らかく抱っこするでしょ、イメージ、はい、ね、で鍵盤が硬いと思うとついつい打鍵っていうかね、打っちゃうよね、硬いもんだから、うん、だけどじゃあ例えば、同じようにコップをね持つときにコップにふさわしい持ち方だったじゃん。でニコライワ先生がインタビューで言ったけどね、技術ってここにボールペンがありますと、ボールペンをただボールペンをふっとこうやって掴んでただ取るだけです。いやまさに究極的にそれなんですだから、うん、だからその鍵盤が、いや鍵盤ってだってイメージ、
実際さ1センチしか深さないのにさ、うん、もうあれさ1メーターでもあるような感じで弾く人いっぱいいるじゃん深さが、まあ、で極論言っちゃえばえ、うん、そんなにいやいやもうだって力抜けこうほらこれで十分じゃん、ね、まだもう硬い、うん、いや、もっと柔らかいもの、うん、だからこれが犬でも猫でもだね、だから皮膚を触るようなつもりで、ね、なぜなんで、なでるみたいな自分がいかに普段、ね、親の仇みたいに弾いてるか思わない親の仇いや、ね、全くそんなつもりはないけど必要ないじゃん、そこまで、うん、だそんなことやったところで全然実際ね、広いところで広がらないから音が、うん、十分に世界の主流ではないんですよ。ごく一部なんですよ。どうやら様子を見てる。こんなもんで弾いてるのはプレトリノフとかアルゲイチとか、うん、もう本当に限られた人です。知ってる範囲がね、ソコロフとかね、うん、有名なペンストでももっともっとしっかりガツンガツンって弾いてるし、世界中の教育現場でやっぱりもっとしっかり弾きなさいっていうのは主流だと思う。だけどさっき挙げたようなピアニストはそんなこと全然。本当に触れる、アルゲッチが最近言ってたんだけど、本当に触れるだけでファッと弾いちゃってるね。多分近くで聞いたら小さい音だと思う、うん、だけどベルリンフィルナーのね、フィルハーモニーの大ホールをファッと広がるんだよね、うん、その音のトリックっていうかね、うんうんうん、音質なんだよ、ね、うん、で今ぐらいで生じるほら、急にあれがちょっとよっぽど今のが膨らんでない響きが、うん、わっと、わかる、うん、それはそうか、でも、手に入ってからタッチの話になると、あのこの間グループラインも僕が最近思ってることを書いたけど、結局ね、そのクラシックの、ね、作曲家が時代ごとに、まあ、違う様式から、ね、作ってるっていう事実があるわけで、ね、で様式感をきちんと守った上で、はい、バッハだからこうです、ショパンだからこうですと、ロマンハだからこうです、うん、ね、もしくは、例えばラベルだからストビッシュだからこうですと、それはそれである、あると思う。だけど僕の中でその僕たちは、例えばバッハはバッハ以降の時代の作品を聞いたことない人が書いたから、そうするとどんなにそのじゃあバッハの時代のように弾くべきだって考え方をしても、現代に来ている僕たちはその先の後の音楽をもう知っちゃってるから絶対無理だと僕は思ってる。僕の中ではだってクラシックだけじゃなくてね、ポップスから演歌から、ね、いろんな音楽を知ってるわけでしょ。そうするとそういう感覚の人がどんなにそういうことを知らないね、そのバッハの時代の通りにあるべきだって、だって僕は不可能だと思う。でそういう考え方は僕はある時から捨てて、じゃあバッハから時代をね考えて300年なら300年のその時空の中の、もしくはそれ以上、今度は、ね、未来に向けてね、例えば100年後とかイメージして、そしたら400年分の
音楽、その少なくとも300年分の音楽があると知ってるわけ。そうするとその全てを俯瞰したもっと純粋に音楽として僕は捉えたいわけ、うん、っていう感覚がある。そうするとペダリングも変わってくるし、アーティキュレーションも変わってきたりとか、うん、なんかこうその時代にとらわれない普遍的なもっと音楽みたいな、例えばバッハが現代に生きてたら、いやもうそう弾かないでくださいって、もしかしたら言う、もう現代の音楽を知ってるだとしたら言うかもしれない、うんうん、で僕はこういう考え方は少数派だと思うんだけども、でもアファダシエフなんかもあの本の中で似たようなことを言ってる、うん、だからそういう考え方の人も少数派ながらいるんだよね。で僕もある時からそういうふうに思うようになって、時代にとらわれない、それからあの過去ばっかりを振り返らない、現代に向けて、例えばこれを YouTube に上げた時に100年後に、100年前の僕たちのことを、100年前にこういうふうに言ってたんだって、こういうことを言ってる人がいたんだって思うわけでしょ、うん、そうすると100年後がどういう時代だか分からないけど、その時代に、の人がに向けて何かをイメージしてこう新しいものを作っていく。だから絵の世界に例えると分かりやすいわけ。要するに再現技術って言葉があるけど、じゃあね、あの例えばだよ、ミロという人がいて、ミロという作家が素晴らしいから、ミロと同じように絵を描けって言ったら、どの画家さんだって描けるわけ、描けるんだけど、ミロと同じ絵を、ね、10人の画家さんが描いたところでミロ以外の絵が売れるかって言ったら売れないでしょ。絵の世界ってシビアなんだよね。だけどピアノとか音楽ってそこまでじゃないでしょ、考えてみたら。なんか昔の通りに弾くとか、特にメジャーな曲ほどいろんな人が弾くから、ある意味でそれは何て言うのかな、弾き何て言うの、言葉はちょっと出てこないけど、弾かれすぎちゃってよくない。逆にでみんなが固定観念を、この曲はこう、この曲はこう、麻痺しちゃってだけど、僕さ、自分には自分にしかない感覚っていうのがあるわけで、みんなが顔が違うから、どんなにその感覚で弾かなきゃいけない、それは勉強の段階では必要だけど、ある段階から過ぎたらもうそれは卒業しなきゃいけない。自分の顔があるように、自分の演奏っていうものを見つけていかなきゃいけないっていうことも含めて、うん、すごくさ、久しぶりに撮ってるからいいじゃん。まあ、知って難しいね。でも今の話は確かに、特にバッハのヨハン・セバスチャン・バッハって、はい、よくね、普遍的って言われるじゃない。まあ、一頃は音楽の父って言われてたけど、それはちょっとあんまり好きな表現じゃなくて、でもバッハの普遍性っていうのは、それこそ時代が面白いんだけど、スタイルを変えても誰が聞いてもあ、バッハだってなんか感じられるっていう意味での普遍性、ね、だから変わらない、普遍もあるじゃないか、変化しないっていうね、うん、そういう意味で300年経っても焦らないっていうんじゃなくて、バッハの普遍性ってそっちじゃないの、普遍で。だから、バッハを例えばジャズ風に弾いてるね、うん、そういう演奏ってあるよね、うん、でもやっぱバッハだよね。ジャズ風に弾いてもバッハなんだよ、やっぱり、うん、不思議なこと、うん、で、まあ、それは広いって僕に帰ってくることでもあるから、あんまり言いたくないんだけど、受けそうだから、っていうのは、じゃあ、まあ、ジャズ風に、うん、弾いてもバッハはバッハですけど、うん、それは本当にそう思う。でもじゃあ僕がジャズ風に弾くかって、それは別の話でしょ。だから結局あなたはどうするのっていうのをものすごい問われているっていうことに、まず本当にそのまず自覚を持って挑まないと、逆になんかバッハ、だからそう、芸術家たるものそういうふうに思わないと結局ね、あのバッハはこうですってね、こういうふうに教わったし、世界的にこう弾いてるから私もこう弾けば確かに安心だよ。だけどそれは
じゃあ世界中でその曲弾いてるとこ50万人いたら50万人の中の一人でしかない、うんうん、だけど本当にすごい演奏家ってちゃんと自分のバッハを作ってると、うん、50万人の中の一人じゃないと思うわけ、うん、それをやっぱり、うん、探さないと、うん、それってやっぱり自分、うん、いろんなことを考えるのも大事だけどやっぱり その人の感覚って違うから、だからやっぱその自分の感覚に照らし合わせるさっきの空気感に結びつくんだけど、うん、そうすると自分の答えっていうのは見つかるかもしれない。自分の答えと楽譜に書いてあることと、うん、照らし合わせてどこなんだろう、うん、だからこの曲のイメージって多分無意識のうちあると思うよ、本来のお手本のような、うん、だけどそれをそのいうふうに弾いてたら、それは安心だよ、みんなと一緒だから、うん、でもそこで終わっちゃう、うん、と、まあ話は広くなったで、何をしたいかね、うん、なんかそれをね、やるにはでもね、あのね、まずオタクって言葉がいいか悪いか別としてね、簡単に言っちゃうと、もう本当に音楽をやるんだったら、ピアノやるんだったら、ね、ピアノのオタクにならないとね、やっぱそこの域まではいけないかもしれない。ある意味。まあ、何の分野でもそうだと思う。みんなね、やっぱ、うん、あの人以上になんか抜き出た人ってオタクなんだよ、うん、結局、その分野も。うん、他のことどうでもいいぐらい、もうそのことに夢中なぐらい、自然にそうなれたらいい。そしたら、うんうん、なんかこう、そういう自分のあれが見つかるかもしれない、うん。それが一般的じゃなかったとしても、それが自分にとっての、うん、あれだったら、人に非難されるは何だろうがいいと思う。うん、どう弾いたって人に非難されるから。どう弾こうが、人に非難されるからさ、非難する人はするから、うん、そんなだって人のために生きてんじゃないからさ、人のために生きてんじゃないから、うん、自分の音楽につけるから自分のためにだって生きてる、究極的に、まあまあ、うん、まあ誰かがね、自分が演奏することで気持ちがひょっとしてね取れたり、あんまり興味なかったところに関心を持ってもらえたら、それは嬉しいけど、まあ、結果もあの、うん、あのね、むしろね、だからあの死んだおばが言ってたけど、芸術家は地味じゃなきゃいけないっていう一言でね、いろんな意味合いがもう含まれて、この年になったかってけど、やっぱその、たくさんの支持者がいるよりも、少数でもあの支持者がいる方が、実は価値があるんじゃないかって最近思う、うん、むしろ、うん、たくさんの支持者よりも少数の方、一概に言えないんだけど、うん、その可能性が高いんじゃないかって、うん、もしくは希少価値だよ、うん、だからそれってね、だからあのコンクールで入るとかそういう演奏だよ、基本的に違ってしちゃうと思う。はい、こんにちは。だからそういうところではなかなか受け入れられない。あの判断基準が違うから、そういうところ。そういうものを求めてるわけ。もう話しなくて。いやいや。久しぶりに撮ってるから言ってないこといっぱいあるんですよ、うん、完全にレクチャーになってきちゃった、うん、でも分かるでしょ、うんうん、じゃあそれを全部含めて弾いてみてください。えはいはいもうはい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 なんでその要素を、はい、全て凝縮して、はい、あなたはあの V4 の一つのキューブです。ああなるほど。いろんな旨味が今入った、うん、どこ行けばいいどこでもいいんだまあ最後に
ちょっと僕言っちゃっていいですか。これね、このニューヨークスタイル名は約120年前のわけでしょ、ちょうどね。そうするとね、120年前の楽器であるっていう、要するに120年だったからこういう音なんじゃなくて、120年前からこういう音なんだって、調律師さんなんですよ、ね。そうすると、現代の新しいスタイル名が違うよね、うん。で、120年前の材質で作ったからこういう音で、120年前のニューヨークの少なくとも人が、こういう音を聞いてたわけだよね。今の新しいスタイルとまた全然違う。時間の流れ方も違う。120年前に、一つはやっぱり思いを、その馳せるっていうのは自然になんか弾いてるときに古い楽器だと思うわけだよね。あっちのベヒシュタインは140年前の楽器だからもっと古い、ね、リストが死んだ年にできたわけだから、そうすると140年前に思いを馳せるわけだから、ね、でそれが一つあるよね。弾きながらその音楽を通してその楽器自体を味わうというか感じる、うん、その時に無意識のうちに自分の中で120年前のニューヨークの街ってどんな感じだったのかなとか、120年前の人の感覚ってどうだったのかとか、120年前の空気感ってどうだったのかなとかね、いろんなことってなんとなくこうどっかで思い浮かべると、その作品を通してそういう部分もあるじゃん、ね、例えばじゃあ120年前に思いを馳せるのも大事だけど、同時にじゃあ今から120年後、ね、120年後にこれを今撮ってる YouTube を見てる人が何を思うかですね。で自分今を境に120年前と120年後で240年という、ね、月日があるわけだ。でそれを、うん、その両方意識を持って、その120年前に思いを馳せるのと、例えば120年後の人に何かを向けて発信していくみたいな意識って絶対大事な気がする、ね、どっかにあるそれは、うん、少なくとも弾いてない時にそういうイメージを持ちたいなっていうのは思うんですよ、うん、実際弾いてるとそういうとこじゃないんだけど、ただ音を聞いてるとなんていうか、曲を弾いてる時よりもこう一音鳴らしてる時に、ああ120年前から鳴ってる音なんだとかね、それからこの音は僕たちの耳には聞こえないけれども、もしかしたらね永遠にね普遍性があって、その遠い遠い地球の、ね、宇宙の彼方までこの音は波動となって届いてるのかもしれないしとかね、イメージするわけ。それとかこの音は普遍的に永遠に人間の耳には聞こえないし、消えちゃうんだけども、消えちゃうんだけども、もしかしたら永遠になってるっていうのは、それはその聞いた人の心の中でなってるんで、例えば、ね、僕はニコライワ先生の生の音を初めて聞いた時の音っていう、ね、今から40年以上歩んでる、30年以上ね、35年ぐらい経ってるけど、35年経っても僕の心の中になってるわけ。だから僕が生きてる限り僕の中で永遠になってるわけ、うん、っていうのは事実だよ。だそういうなんかね、そういうこともそのイメージするとなんか面白いよね、どんどん上がります。そう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 、うん、だから音楽とかピアノを弾くってね、はい、正しく弾きますとか、目先の目標があって、例えばそれはコンクールであったりとか、受験であったりとか、試験であったりとか、そういうことだけじゃないよ。実はもっとその、うん、いろんな多面的な楽しみというか、面白さがあって、うん、だから音楽っていうのはやれるのかもしれないし、例えば、もうそれ、今言わないことでもいっぱいたくさんいうことも最近ですよ。まあこれもね、グループライン書いてる。で、川村先生なんかありませんか。別にこれにこじつけなくてもいいですよ。あ、全然、はい、はい。まあ、僕のスタンスね。まあ、人、僕もそうだったし、人
違いはまたその人の中でいろんなライフステージもあるし、自分はできる限りね、まあ差がちっちゃいからってなるけど、できるだけだからこそ寛容にやりたいとは思ってる、うん、つまり何でもありって意味ではないよ。だけどその人が今こういうところでこういう課題に直面したり、こういう目標を持って一生懸命取り組んでいるっていうお手伝いをさせてもらってるだけだと。だから自分と考え方が違っても、もちろんそれはその人を尊重して僕も受け止めるし、なんかそういう寛容さっていうところはなんか今の話を伺っていて改めて自分の中で再確認できたのかな。だからまあよく先生もそういうタイプの方だと思ってるんだけど、気をつけないといけないのはなんかこれが正しいで、そうやって一生懸命なんか取り組むのは構わないけど、その他が正しくないっていうことじゃないんじゃない、うんうん、でそこで自分が、まあ、選択したことに対してはやっぱりそれができる限りね生かされる方向に努力をしていくっていうだけの話だ。別になんか、うん、その異なるアプローチだったりまた考え方に対してそんなになんか戸惑ったり、うん、なんか自決つく必要はない、うん、だから応援してやっぱね自分が言うことだけが正しいって思っちゃう人って、僕も、うん、を含めて、過去もそういうのもっと強かったし、だんだん薄れてきたんだけども、うん、やっぱねそれってね自分自身のものを振り返ってみるとね、やっぱ結局ね自分はある意味でね余裕もないし自信もないし、うん、自分もある意味である段階まで確立できないうちはどうしてもそういうふうに思っちゃうのかな、うん、一人で、うんうん、それもだからそうなんですよ、僕も全くそう、うん、まあ今だっていう、だから人を否定することによって自分をなんていうの、うんうん、なんかそういうふうに、ね、したくなるわけで、うん、だけど自分の中で本当に自分自身が自分を例えば愛してあげることができたりとか自分を認めてあげることができるようになってくると、いろんな人もそれぞれ自分の心の余裕みたいなものができる、うんうん、そうすると自分と違うものに対して寛容な気持ちになれる、うんうん、いやそれは本当に大事に、いやもし世の中の人がみんなそうだったら居酒屋とかあそういうことなんて起きない逆に言えばちょっとあれひょっとすると自分は少し間違ってるかもしれないなってみんなが傷がつき始めたら戦争はなくなると、まあその話は、まあ、ちょっと今考えないんだけど、ついやっぱり不安になってこれであれ合ってるのかな、どうなのかなって、うん、だから年齢的なことを考えるとね、やっぱりもうなんていうの、うん、そういう寛容な気持ちっていうのをもっと持っていってほしい、その年齢的とかあと立場的なことを考えた時に、うん、どん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 そうなってって何ていうのかな、度量の広いというかね、うん、器を広く持って、でそういう感覚で今度じゃあね曲を見た時にまた見え方感じ方違ってくるかもしれないし、そういう意識を持ってて、あこれもあるしこれもありだよね、うん、でも今すごく聞いてて、その非常に心地よい、演奏に聞こえた、うん、とても何かこう聴いていて、なんていうかな、うん、うん、いい意味合いの何かこう言葉がたくさん浮かぶような演奏に聞こえた、
ですかね。いいじゃないか。でも私も最後に弾いたのはなんか少し自分の感覚とか自分の思ったことに素直になんか自分が認めてあげられてるような気になりました、うんうんうん、それ大事なんだよ、はい、本当大事なんだよ。なかなかね、うん、自分をあの気に入らないところも含めて、うん、あの自分を認めてあげるとか自分を愛してあげるって、うん、あのやれるようで簡単じゃないから、うん、でもそういう気持ちになった時に人にも優しくなれるし、うん、いろんなことに対してね、うんうん、だからインターネットの世界なんか見てつぶやきなんか見てるともう本当にこれは許せないとかそういうことばっかりみんな叫んでるけどいろんなねいろんな人を非難 してるつぶやきが多いけどもネット上でね、うん、だけどそれって自分に返ってくることだよね、うんうん、まあある意味ね、うん、だから、うん、そういう人でやっぱ溢れちゃうんだなっていうのは、うん、だからなるべく見たくないけど、うん、いやもう本当にね自分と音楽とか自分と楽器の世界で、ね、満足してたらねそんな情報いらないから今の今回の人生はね今回きりだからね、うん、そうすると何十年あるかわかんないけど時間には必ず限りがあるから、ね、その残りの人生が例えばあと50年あるんだとしても、ね、その50年をどう過ごすのも自分次第だから、うん、どんどんそういう方向に自分を許してあげるとか自分を認めてあげるとか、うん、その方がすごく、うん楽しいと思う、結局、うん、充実して、うん、まあ、インターネットは極力やらないのがいいんですよ、ね、本当に、うん、僕ももうあのメールも一日そんな何回もチェックしないし、うん、でそもそもだってそんなものなかった時代だって自分の時間なんてね、お互い様やっぱこのぐらいの年齢になると残り例えばあと50年生きられたとしたってそんなこと自分の時間って忘れたら多分1年もないかもしれない。うーんね、だってそんな、ね、例えばよほどの理由があって何か勉強したいとかいなければ使わなくてもいいと思う。ちなみにもうこれは最後にしますけど自分を認めてあげられない自分を認めるにはどうしたらいいんでしょうか。自分を愛せないっていう自分を愛することはできるんでしょうか。うん、その人の気持ち次第じゃん。そうね、僕はダメなんですよ。その自分の自己肯定感って違うんですね。でも自己評価はすごい低いので、でも低いまま認められるんならもうちょっとなんか生き方変えてみようかと思ったりね。まあすいませんね。いや結局ね自分の中の気に入らないところを見つめるからそうなんでしょ。自分で気に入らないところ、まあ理想が高いのかもしれないし、うん、そこばっかり見ないでいや自分にはこんないいところがあるってところにあのちょっと視座を変えるというか見るところ、うん、そうすると認めてあげられるようになるんじゃないですか、うん、だってそんな自分で気に入らない 100% 気に入らないわけないじゃん。自分、うん、あの気に入ってるところはありますね。そこを見ればいい。いやだけど、ね、あのなんかこう、うん、まあいいや。だから気に入らないところでその部分が可能なんでしかも自分がそれを変えたい欲求があるんだったら、そこを変えていく努力をするべきだじゃん。そう。それと同時に、自分の持ってる、やっぱりすでに持ってる、いい部分、自分が好ましいと思える部分は、それはそれで大事にしない。うん、だ演奏だってそうだよね。だって自分ができること、できないことって、得意不得意あるじゃないですか。演奏の中で、うん、だけど、うん、できない部分ばっかりね自分があれしても弾けないよね。
っぱ自分の持ってるいいところをちゃんと見てあげないとなかなか演奏って成立しないような気がする。今まさにその話をしてるつもりだったので、例えば僕の、ね、自分の演奏を聞きたいですって言ってくれる方は本当に神様だと思ってるけど、でも自分が自分の演奏を全然そう思えてないんだよ、うんうん、自分がまた弾きたいって思えてないんだよ。でもそれはある意味でそう思ってるからまた弾こうってね、エネルギーの原動力になるかもしれない。気に入らないですから、もちろん努力は知ってるし、うん、まだ今じゃないって思ってるのかもしれないですけど、ポジティブに考える。僕はね、今だって思い始めたのは今年になってから、うん、もうここのサロンができて、しょっちゅう人まで聴くようになって、うん、なんか自分の音楽がね、ガラッと変わってきたね、不思議な、うん、自分に正直な演奏ができる、うん、まだいいんじゃない。もう10年後ぐらい。はい。いや、もう先生に申し上げてると、僕も8月に会社とイベントに入れて、はい、もう今年はもうこれで終わりますって。で、小野先生にも、もう3回ぐらいね、あ、もう勘弁してくださいって、今年も弾きます。うん、でも、考えてみると、以前はそれすらも言えなかった。なんか弾かなきゃいけないみたいに、僕は。そのままやって思ってくれてる人を邪険にするつもりはないけど、うん、でもそう言われたらやっぱ弾かなきゃいけないと思ってやってたけど、もう今本当に自分に正直に、いや弾きたくないって、もう全然今、うん、だからさっきね、2台ピアノいろいろ楽譜出してきて、一緒に弾こうよっつって、楽しいでしょっつって、うん、引っ張ってる、ね、引っ張ってる、ね、やめてください。いやいや、ソロで弾くのがあれだったらさ、ね、うん、そういうアンサンブルで楽しむやつ、違う楽しむやつ、ね、じゃあやりましょう。ユニットつけたい、ユニット2人のレッスンだったごめんなさい、でこんなところまで見てる人いるのか、はい、気にしてしまう。